長谷川淳一は、日本の実業家。amazon.com 社が、日本で a m a z o n CO.jp をオープンした、当時の amazon j ジャパン社長。日本オラクル執行役員。広島県大竹市出身。1983年、東京工業大学工学部制御工学科卒。日面入社。1985年、人工知能や、 コンピュータグラフィックス開発で知られるアメリカ、シンボリックス社の日本シンボリックスに出向したち上げに、ニよ。1987年、国際電気通信基盤技術研究所を経て、1991年、マサチューセッツ工科大学修士課程修了。その後、日面データシステムを経て、1996年、ERP パッケージベンダー。 ピープルソフトジャパンを共同で設立。2000年2月、Amazon.com 日本法人、Amazon j ジャパンの社長に就任し、同サービスを短期間で立ち上げた。同社を2001年3月に退任した。2002年4月、日本ピープルソフトに復帰。2005年同社がオラクルコーポレーション参加に入ったため、2015年5月9日15時20分閲覧時点の役職は、 日本オラクル執行役員オペレーションズ統括本部、ディールストラテジー本部長。役所に、リスプマシンプログラミング技法、ハンク・ブロムリー、リチャード・ラムソン協調がある。ありがとうございます。